センター試験全体概要分析チェリ。センター試験を受験した受験生の皆さん、ひとまずお疲れ様でした。この動画では今回受験した受験生の皆さんに向けた全体概要分析という視点と、来年センター試験から名前が変わり共通テストを受験する今の高校2年生ですね、来年の受験生に向けたメッセージという2つの視点から動画の中で話をしていきます。それでは早速全体概要分析ということで問題数から見ていきます。問題数、変化なしはありませんでした。大問が6個で総問題数は35問ということで昨年と同じでした。で、難易度においても変化はなく例年通りの難易度と言えるでしょう。で、全体的な分析です。やはり例年通り地図や地形図、統計資料や写真といった地理的資料が多く扱われました。教科書の知識だけでなく、それらを読み取る読解力や地理的な考察力が求められるという点では、例年通りと言っても良いでしょう。問題の内容も、環境、産業、都市、民族、宗教など地理の分野を網羅するものとなっていました。回答形式は正誤問題が減り、図表から、選択する問題が増えたことに注目したいです。難易度は、それらを考慮して、昨年並み。まあ、ここでも述べましたが、例年通りの難易度であると、言えると思います。まあ、この全体分析を通してですね、来年に向けたメッセージとして、この赤字の部分ですね、読解力、地理的な考察力。これらは共通テストにおいても、この力、この二つの力というのは引き続き、求められていくような力だと思うので、この1年間勉強していくにあたって、この部分を伸ばしていくんだという気持ちで勉強をしてください。地理の部分ですね、読解力、地理的な考察力。要するに考えていく力ですね。考える力が求められると思います。次に、大問ごとに話をしていきたいと思います。大問1、世界地理、自然環境と災害。テーマとして、自然環境とそれに関する災害について問われました。問6の、選択問題では、該当地域の地形や気候を捉える力が求められました。この該当地域というのはカリブ海周辺ですね、についての地形や気候を捉える力ということですね。自然災害についての問題が大問1番でした。大問 2が世界地理、資源と産業ということで、ここでは資源、まあ、マンガン鉱の輸入量の推移といった資料の読み取りが出題されました。まあ、鉄鋼業と関連付けて、工業化と結びつけて判断することができたかが鍵になってきたと思います。次が大問3番です。日本地理、都市村落、日本における都市と村落の問題が出題されました。よく知る日本の都市ということで、一見簡単なように見えるんですが、資料を用いて、人口がどのように移動したのか、筋道立てて考察判断する能力、ここの部分が大事だったわけですね。筋道立ててどう変わっていったのかっていうのを考察判断していく、この力がこの大問さんでは求められました。大問4番、世界地理、東南アジア、オセアニア地史。東南アジアとオセアニアの地史が幅広い分野について出題されました。各国の経済的なつながりを見て、判断する問題もありました。この経済的なつながりの部分を、意識的に見れたかどうか、判断できたかどうかというのが大問4番でした。次が、大問5番です。世界地理、中国とブラジルの地史。中国と、ブラジルの地理的特徴が比較形式で出題されました。それぞれの気候的特徴などを、考察して資料を読み取ることが、求められました。比較形式ですね。比較してブラジルがどう、中国がどうというような、風に資料を読み取る力が求められてきました。最後は大問6番ですね。日本地理、地域調査、甲府盆地とその周辺地域。山梨県甲府市を中心とする、甲府盆地とその周辺地域の問題が出されました。気候図や地図の読み取りが多いが、丁寧に読み取れば、正答は容易であったようにも思われます。まあ、大問6、丁寧に資料を読み取ることができたかどうかが大事になってくると思います。まあ、ここまでが大問ごとの解説ですね。まあ、はじめに全体分析を終わったので、一通りここの、地理の全体分析の話は終わりになってきて、まあ、もう一度全体分析のところで、来年に向けたメッセージとしては、読解力や地理的な考察力、これを意識的に伸ばしてほしいということになってきます。また、全体概要分析としては問題数に変化もなく、難易度的にも、変化がなかったので、まあ、地理は例年通りであったというふうに言えると思います。これで、センター試験、地理という科目はセンター試験で終わる受験生も多いと思いますが、ここからセンター試験というのを一つの通過点にして、私立の受験、次第の受験だったり、国公立の二次試験に向けて、最後、このもう一踏ん張りのところを、向けて頑張ってください。
で、来年受験する共通テストを受験する受験生に向けては、しっかり、さっき言ったこの赤字という部分ですね、読解力や地理的な考察力っていう部分を意識しながら1年間勉強を頑張ってください。それではセンター試験全体概要分析地理を終わりにします。いかがでしたでしょうか。この動画が皆さんの助けになればとてもとても嬉しいです。大学受験チャンネルでは受験に挑戦するすべての人を全力で応援しています。このチャンネルでは現役の予備校講師監修のもと過去問の解説や傾向と対策、受験期の過ごし方も解説しています。よろしければぜひチャンネル登録をお願い申し上げます。それではご視聴ありがとうございました。